マシュアビデオ。わあ。すげえ、いっぱい。割れずに届いたかな。割れてないよ、ほら、割れてない。割れてない。割れずにいけた？割れてませんね。あ、すげえ、ソーシエも割れてない。ソーシエすごい、なんかソーシエってさ、意外とめっちゃ強いねんな。なあ、あら、アグレストムキさんって来たね。ちょっと来ましたね。はい、あやちゃん何してるの？はい、解放の儀をね。解放の儀してますね。ちゃんとムキムキして。はい、ダンボールだって8個ぐらい、10個ぐらいあるよな。あ、6個で、なんか2人の合わせやで。その他が、あ、私で12個あったけど、すごい量多分ね。今これをムキムキして全部値札を買っていこうと。はい、裏方です ね、完全な裏方やな。裏方や。こんなんお仕事でやったことないから初めてやわ。合ってんのか分からんけど楽しいな、なんか今、うん、そう、さっき喋っててマッシュと、うん、あの全部日本に持ってきて、うん、むき出すとなんかどこで買ったよなとか、なんか思い出が、そう、お土産できて、我が子のような気がしてきましたねこれは。なんかな、あー、そこで買ったそれやなとか。やねんな、そう、不思議な感じやな。じゃあこれを整えて、うん、値札貼って、はい、明後日に備えましょう。明後日に備えますね。かわいいお皿ちゃん。ここにも隠れてるけど、このラビエがかわいすぎる。いいね。誰の人の手に行くのかやな。うん、みんな大事に使ってほしいな。オッケー、じゃあ残りもやっていこう。ガンガン使ってねえやな。うん。めっちゃ可愛いし。じゃあこんなサインやね。へえ。名前なんだ、何？あやです。あや？あ、マッシュあやって書いてある。あ、そうやね。マッシュ M-A-S か。M-A-S-H?あやは AYA。 マッシュ、マッシュあや、いいよ。え、あ、ありがとう。マッシュでいい、これ。あ、でよかった。全然いい。ナイスラーメン、ナイスラーメンいただきました。めっちゃ嬉しい、ありがとう。これも写したっけ、このバーベの、バーベのやつね。堀越よりバーベの、そうやな。なんかこれ見た視聴者さん、なんか爆笑しそう、うん、どういうつながり。武田バーベキューとつながってるの。そうやな、でも知ってくれてる人がおったら嬉しいけどな。アウトドア好きな人おるかもしれんもんな、うん、そうやな、旅行好きな人、アクティブな人多いもんな。もらっちゃった、リンちゃん。これですよ、ほら買ってね。この感じがめっちゃいいわ。かわいい。こうやって撮ってんねやね、お二人は。そうそうそう。Became true is the same way they are.
京さん、おはようございます。よろしくお願いします。笠尾さん、映ってもいけます？あ、いいですよ。どうも、いらっしゃいまし。ね、今憑依してたよな。例の彼女が。でもね、ほんとね、今週はマッシュとあやちゃんが来てるって思っただけで、もうドキドキして。あ、いやわかる。それで、いつ会うんだろうとか思いながら、クリスマスまで会わないね。そうサンタさん来る。ほんとドキドキして。その時のゲリラライブ。いやもうほんとね。いやいや、もう大丈夫、酔っ払ってだいぶ酔っ払った。いい感じでしたね、もうね。いい感じでしたね。でも楽しかった。そう、うん。やっぱりね、美味しいご飯と美味しいお酒は二日目にならない。ありがとうございます。いい声。じゃあ今からオフ会の準備をしていきましょう。イエーイ。すげえ量これ。ね。ゆきちゃん、それ何のしてんの？特製自家製おろしでございます。マスター自家製のおろしを、そして、炊き込みご飯。ありがとうございます。いや、これも一生これだったんだ。これやばいな。やば。めっちゃ嬉しい。そう、今ね、オフ会、お昼の部が終わって、ランチタイム。ぜひ笹尾へ。笹尾さん、ありがとうございます。こちらね、どうぞ。いやだ、素敵。いや、美味しそう。美味しい。はい、おろしね。美味しい。はい、まずはソースを一回味わってみようかな。そうそう、両方食べないからね。まずソース。大阪のソースとちょっと違うかな。あ、そうなの。大阪ってちょっと甘いよね、なんかね。甘いです。これもソースね。ほら、見て、これ。いや、美味しそう。いただきます。どうぞ。そんなカメラ持ってないのに早く食べなくて。みんなに美味しいの伝えなきゃダメだから。そうか、うんま。美味しい。食べたいな。美味しい。やっば。やっば。今回ね、えみちゃんのアンコールでね、炊き込みご飯にした。本当はお母さん最近久々に作ったから、味がちょっと美味しいよ。かった、めっちゃ美味しい。もう爪木ご飯ばっかり最近作ってるからさ。やばっ。もぐもぐツーショット面白くて。いいです。もぐもぐツーショット、はい、美味しい。スリーショット、あ、すごい。もぐもぐスリーショットね。これまだ打ち上げじゃないから。あぶね、打ち上げ気持ちいいだ。行っちゃうところやった。あぶねあぶね。いただきます。おー、うん、うん、おいしい。おいしいね。やらかっ。優しい。優しいな。おいしい。最高です。いや、これ食べて夜の部も頑張ろう。
ちゃんできたね。うわすげえ。やば。めっちゃいい感じ。ちょっと端っこから見ちゃう？やばい。うわ。お花もめっちゃ可愛い。いやほんまにやばいな。見てまずさ、これマロウさんとのコラボのイヤリングが並んでまして、今までマシアが集めたお皿たち。泣いちゃう。ちょっと寂しいね。ねえ。ねえ。うわー、でここにゆかちゃんにお願いしたお花。あ、かわいい。やっぱりお花あるだけで。この空間やばない。めっちゃいい。日本と思えないわ。日本と思えない、まさしく。マジョレルさんの、もともとある空間にこの、そういっぱいアンティークの家具がお貸しいただけて、ほんまにマジで日本じゃないなあ。ここはほら見て、この花瓶の横にさ、このソシエ。いや見つけられるかな。ちょっとなんかほんまに宝探し感あるような。めっちゃさ、なんか飲みの市らしくなったよな。確かに、だってたっぷり商品あるもん。うん、このイヤリングの下のお皿も売ってるし、イヤリングも売ってるし、でお花、花瓶は売ってないねんけどな。そうだ、花瓶でも売ってる、マジョレルさんのな。あ、そっか、商品だから売ってると思います。あら、あやちゃん、このワンピースはなんかお初出しじゃないですか。今日のためにちょっとね、うん、古着屋さんで、日本で似合うてるわ。あ、本当に、うん、ありがとう。めっちゃ合うな、これに。そう、うわ、コラボアイテムのイヤリングもね、ちょっとつけてきましたぜ、うん。あ、どれどれ。マルモさんのね、今回のコラボアイテム。あ、そうやな。くー、いい感じ。うん、この上のさ、マジョレスさんのこの上の雰囲気もいいしさ。いやー、ほんまにあともうちょっとで始まる。そうね、今ギリギリのギリギリに撮ってる。ギリギリギリ、こんな感じでね、なんかもうずっと見ときたよな、うん、うっとりするな。うん、ほら、ミルルイボッコのお皿もあるし、いい、ここにはあのロンシャンのリールで手に入れたカップやろ。で、ゆかちゃんが用意してくれたお花、ドライフラワーしてくれたから、めっちゃありがたい。でコラボのアクセサリーに、マルオさんのレギュラーアイテムに、これはなんとワインのエチケットね、お皿に。ちょっと全部見て、ほらこれ、ラビエがやっぱ可愛いし、可愛い。そのお皿とさ、合うよな、そのイヤリングたちが。すごい、もうこうやって見るだけでももう美しい。めっちゃほんまに結構あのパリの飲みの市感出てるよね、うん、なあ、かかか。なんかそのさ、私らはさ、好きで買ってるお皿やん、うん、でもこう並べてる時にさ、うん、そのひとみさん、丸尾のひとみさんもさ、うん、その従業員の方もさ、みんなな、うん、かわいい、私が欲しいって言ってくれるからめっちゃ嬉しくて、嬉しすぎると思って。そう、ホマーも欲しいんやったら持っていくかって言いたくなるぐらいやったけど、残念ながらこれは皆さんにお届けするものやから。今回はちょっと申し訳ないんやけど、うん、感じでね、なあ、満タンです。ちょっとマラーなんか取っときたい、もう切りたくないぐらい、光がすごい入って綺麗くて。そう、ちょっとこうやって引きで見るとさ、うっとりするよね。ねえ、ほら、あやちゃんこっち向いてみて。あ、奥側行ってみる。そう、あ、やばい、やばい、くぅくぅはずっとね、イキオさんの感じ。そうだね、イキオさんと会ってから俺ずっとくぅしか言ってないね。イエースしか言ってない。そう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 。じゃあこの後みんなで、ね、はい、先に集合写真を撮って、うん、でもう販売に臨みたいと思います。そうだね、だからもうこの状態は今だけ。そう、もう終わり。わ、ありがとね。さあ、入れるかな、新しい飼い主さんのところへ。そう、みんな元へちゃんとたどり着くでしょうか。いってらっしゃいませ。うん、これは楽しいな。はい、じゃあ楽しみましょうか、あやちゃん。またどんな様子だったか、ちょっと撮れたら撮ろうかなと思うし、う、ね、多分テンパってたら写真だけかもしれへんけど。じゃあ、頑張ろう。 OK、 10分完全交代制になりますので、20分間お商品を選んでいただいて、で10分間でお会計になります。で時間厳守になりますので、お気をつけください。で、物によってはセット売りのものがありますので、早い早い、いいねいいね。なんだろうな、あの同じ商品も結構バラして置いてますので、お近くに空いているところからご覧ください。すげー、嬉しい。時間的に問題かな。
はい、あやちゃん、はい、終わりましたね。すごいたくさんの方に来ていただいてよかった、うん、でもなんかあれやね、その最後ら辺とかもお皿何もなくてみたいなにならんくって、そう、意外とねバランスよく、うん、なんかみんな買ってくれてて、よかったよかったね、楽しかったな、楽しかった、しかもさ、なんかお土産いっぱいもらったな、お土産もねくれるし、なんかもうやっぱ暖かかったすごいいい場所でさせてもらえたから、でもみんなもちょっとやっぱ飲みの市気分味わってもらえたんちゃうかなって思う、確かに、うん、いやまたやりたいね、みんなにまたやってねって言われたよな、うん、もう一回ちょっとなんか今度はもうちょっといろいろちゃんと整備しながらやる、そうやね、今回来れなかった人もおるから ね、うん、じゃあちょっと後片付けやらなあかんから、じゃあそれ終わって頑張って持って帰ろう、OK、 後片付けします、行きましょう、楽しかった。